はい、どうも、ユッキーの巻紙レビュー。今回はこちらです。リズラの、グリーンです。これは何がどう違うんだ？リズラのオレンジはクソまずいっていうイメージがあるんだけど、リズラのグリーン。こちらは何がどう違うのか。あ、カットペーパー。カットコーナー。カットコーナータイプ。で、厚さは、まあ、あれだろうな。スモーキングのレッドとより若干薄いような感じは受けます。それでは吸っていきましょう。今回も吸うタバコは、ドラムのオリジナル。を吸っていきます。もうリズラはね、悪評しか聞かない。もうリズラは、オレンジがクソまずいんで、まああれですね。オレンジよかはマシだろうと。そうまずすぎる。あれはある種才能ですね。ある種才能が、まずく作る才能がある。リズラ。リズラくん、リズラくん。リズラくん、リズラくん、あった。リズラの、グリーンは、こちらは売ってないっぽいですね。なんかの付属ペーパーでしょう。グリーンは売ってないらしい。非売品ですね。うん。ちなみにオレンジも売ってないっぽいな。オレンジも売ってないのか。なんだろう、変わった香りがするね。ああ、なんだろう。なんだろう、この変わった。香りがするな。変わった香りがする。なんだろうな、これな。噛み臭さもまああるんですけど、若干、へんてこな香りがしますね。酸味みたいな感じじゃない？多分酸味ですかね。ほのかな酸味を感じる。まあ別に個人的には悪くないんですけど、ただ今までちょっと吸ってきたペーパーのよりちょっと変な、ない香りがします。個人的にはまあいいはいいけど、まあでも噛み臭さもあるしな。
まあ、これ三つ星だろうな。うん。それではご視聴ありがとうございました。